はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、2025年、X 市役所での出来事をお送りいたします。よろしくお願いいたします。あの、すいません。あはい、どうされましたかあの、私ね、あの、年金 <laughs> あ、年金すいません。ちょっとね、体壊してて、 あの仕事ももう、あの、先週で辞めたんですよ。ほほほほそれでね、年金のことについてちょっとお話をね、あの聞きたいと思って。年金ですかわかりましたあの。この窓口で大丈夫ですよ。で、えー、とどういったご用でいらっしゃいますかあのね、年金を受給したいんですよで。国民年金に加入してるんですけども、 こちらで手続きっていうか、年金もらうためにどうすればいいかと思って。あ、わかりました。じゃちょっとあの、お座りになっていいですかお話伺いたいと思いますので。あ、はい、はい、はい、わかりました。<laughs> よいしょ、えー。じゃあ、お願いします。あ、はいで。で、まずあの、こちらの用紙の方にですね、えー、ご住所、お名前、まあ、連絡、ご連絡先をねあの、ご記入いただいて、いい,いですかこれを。 はあ、はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、住所ね。あ、郵便番号から。はい。<laughs> うん。えー、っと、名前ね。あ、お名前は、それなんとお読みするんですかあ、私の名前変わっててね、みんなに言われるんですよ。これ、あの、靴っていう字、名字、靴に、上下の下で、 あの、靴下です。ああ、わかりました。よく間違えられてね。靴下さんって、そんな名前あるわけないじゃないですかね。あ靴下さんって。いやいや、靴下さんって。そう、聞いたことあります靴下さんって。いや、いや,いやな、ないですね。でしょまあ、靴下って読めるけど、靴下なんですよ。 またこれも言うとね、あなたお名前なんですかって言って、今度こういうふうに書いたやつじゃなくて、口頭でね、あの口で言うと、え、靴紐さんですかって、靴紐、靴紐なんていう名字聞いたことありますいや、ないですね。でしょ私ね、靴紐でも靴下でもないんですから、あの、靴下です。 あ、靴下さんですな。でも珍しい、あの、お名前ですよね。そうなんですよね。おそらくね、<laughs> すいません。日本にね、一人しかいないんじゃないかな。あ、そうなんですか。靴下さんですね。あ、わかりました。はい。で、下が、あの、たけし、たけしですよ。たけしさんですね。わかりました。えっ、ー、と、 えっと、あお年の方いいですかご記入ったら。あ,あ、年齢も書くの ?64。じゃ、はあ、で、これでいいですかあ、はい。えっと、これは、あの、受付の資料として、私がこれは、あの、預からせていただくんですけれども、えー、っと、年金を受給したいということなんですかねそうそう、年金。65からもらえるじゃないだから、もう、体もね、この通り。<laughs> あの、 もう調子が悪くて、で先週ね、会社も退職して、退職金も会社の経営が悪くてね、そこの退職金ほとんど出なくてね、もう40年以上働いたんですよ、その会社で。なのにねあの、経営状態悪いって言って、退職金がね、ほぼなかったんですよ。ああ、それは大変でしたね。わかりました。でえー、っと 申し上げにくいんですけれども、んな、なんですかあの、年金を受給されるというね、したいということで、今お話を伺っているんですけれども、あの、年金の受給年齢が70歳になったんですよ。え六、ー、?65 でしょいや、あの、それがですね、あの、70歳に決まってですね、 あの70歳じゃないと年金受給できないことになったんですよ。えー、え、それってあれじゃないの,のえー、それって65歳から受給できるけど、70歳の方が金額が多くなるからとか、そういう話じゃなくてあ、それは去年ですね、2024年ですけども、えー、2025年に入ってですね、あの法改正を行われて、 え年金自体がですね、今までは、何、うんと言ったらいいんですかねあの、年金をこちらに納めていただくのも、まあ、年金の、あのまあ、年金料っていうんですかね、年金というあの名目でいただいてたんですけど、これ、年金税になったんですよ。ああ、年金、私、ごめんなさい、テレビほら、ないんですよ、ちね。テレビ全く見ないしで、スマートフォンじゃないんですよ、見てください、これ。 柄系なの。ま、まだ柄系なんか使えるんですかうん、も、ま、う、あ、電話するだけだったら使えるんですよ。インターネットとか一切入んないけどね。電話するだけだったら使えるの。あ、そうですか。あ、そうなんですね。でね、一切ほら、そういうのわかんない。ニュース見てないからね。え、65じゃないなくなったのそうなんですよ。えっ、ー、とですね、70歳から 受給が開始されることになって、で、75歳にすると金額が増えるんですね。だから去年は65歳受給開始が可能だったんですよ。で、70歳から、まあ我慢してね、65じゃなくて70からもらえますよっていう手続きをされると、金額があの少しね、あの多く毎月受給できるような形だったんですね。で、今年に入って5年、 まあ、繰り下がったっていうか、繰り上がったというかですねあの、年齢が65から70歳になったんですよ。ああ、ほんとに、ね。70? 私も64だから、えあと6年ももらえないってことああ、そうですね。そうなりますね。ええー、こう参ったな。あ当に。 6年間も、じゃあ仕事よ、もうやめちゃったしね。じゃあ、えー、じゃ仕事なんか探してしなきゃいけないってことだよね。あ,あ、まあ、ご事情はね、ちょっと私、あの、なんとも申し上げられないんですけれども、うんまあ、そうですね。うーん、そうか。で、ちょ、本当にあの、こちらから、 ね、改めて申し上げにくい。あの、市役所まで足を運んでいただいてね、で大変申し訳にくいんですけどもあの、年金を納める年齢も上がったんですよ。どういうことえっ、ー、と、60までで年金を納めて、去年まで65歳から支給になってましたよね。うん,うん、うん、そうだね。もう払ってないもん、年金。あの、 また法が改正されてですね、その納める方も年齢が上がったんですよ。えど,どういうことあの ?60 歳まで年金を納めてっていうのがあの、65になったんですね。65? そうなんですよ。65歳の終わりまで年金を納めなければいけないことになったんですね。で私、64だから、ど,ど,う,どうなるの、うん これがですね、だから64歳の、あの、靴下さんは、あだから靴下じゃないって。あ、ごめんなさい、失礼しました。えー、っと、靴紐さんは、いや、靴紐じゃないんだから。えいや、だから、靴下。あ、靴下さんは、そうそう。えー、たけ、たけしさんとお呼びしましょう。ああ、いいよ。えー、たけしさんはですね、あの、あと1年ちょっと、あの、 この年金税の方をですね、あの、毎月納めていただく形になるんですよ、えー。え年金もらえない上に、俺払わなきゃいけないのそうなんですよ、えー。え払ってないよだって。だから、お支払いいただかないといけなくなっえう、ー、んえ、まあ、いつからの、のいや、それはあの、 あの今年に入って決まったので、まあ、今年からまたあの年金を納める形でということになりますね。あ、そう。うん。いく,いくらえー、1万8600円になりますね、毎月。あ、そう。ええー。それ納めないとどうなるのこれ、税金に変わりましたんでね、納めないと、えー、っと、 督促状が、まあ、届くような形になってですね、それでもあの納めていない場合には、あの財産の差し押さえということに、これ税金になりましたので、そういうあの形になってはしまうんですよ。それは厳しいな、<laughs> 困ったな。私、ほらあの、体も壊して退職したでしょ、で退職金がさっき言ったようにね、 会社の,あの、ね、状態が悪くて退職金も本当ねあの、30万ぐらいしか出てないんですよ。40年働いて。あ30万ですかそれは、ま、少ないですよね。そうでしょだから <laughs> 困っちゃって、体も調子が悪くて、咳もねずっと止まらないんですよ。この半年以上ね。うーん、これはあの払わないと。 えそういう税金になったからっていうことで、差し押さえになるんですか。うーん、あのーまあ、差し押さえるものがあればということですね。ないね、だってあの賃貸のアパートに住んでるんですよ、家賃7万円ぐらいのね。で、1人暮らしなんですけど、うん、もう別に車も持ってないんですよ。あの原付きのバイクあるけどね、もうボロボロだし。財産っていう財産ないんですよね。 うんでも財産がなくてもですね、あの、例えば差し押さえるものがなかったとするじゃないですか。うん。それでも、あの、年金が今度出なくなってしまうんですよ。えその、だって、<laughs> ごめんなさいね。今から、え一年ちょっとでしょもし払う、まあ、払えるんだったらね、払うのが。そうですね、あの、65歳の、 まあ、お誕生日いっぱいいっぱい、66歳になるまでですね。でしょで、それ1年ちょっとを、え、それをだって差し引きしてっていうことできないの前はそういうふうなシステムだったよね。あ、あの、減額ということですよね。支払い期間が、まあ、1年とか、あの未納の分があれば、まあ、そのパーセンテージを考慮して、まあ、受給額が減るっていうことですよね。 そうそうそう。それはどうなったのまあ、税金に変更になったので、あの、1ヶ月でも納めなければですね、あの支払いができない状態になったんですよ。受給ができないんですよ。えーうん、えで、今まで40年も納めてきたのとどうなるのうん、まあ、でも新しい、まあ、あのー、決まりができましてですね、 あの、収めなければ、まあ、受給ができないんですよ。1ヶ月でもかけてしまうとね。あ,あ、そう。じゃあ何が何でもこの1年ちょっと収めなきゃいけないっていうことだよね。そうですね。70歳からもし、あの、年金を受給される場合には、そうなってしまいますね。あ,あ、きついね。それはね、18,600円を毎月、 うーん、そうなるとだよね。あー、まあ、厚生年金に入れてればよかったけど、会社はちっちゃくてね、あの、もう個人的な、まあ、会社じゃないんだな、個人の経営のところで働いしたからね。あー、なるほどねあ。ちなみにご職業は何をやってらっしゃったんですか靴下のね、あの製造会社なの。 だから、靴下の製造会社なのえー、っと、ごめんなさい。えっと、靴、えっと、靴、えっと、靴下さんがそう。靴下さんが、靴下の製造会社で働いてらっしゃったってことですか ?40 年以上。そうなんだよね。ああ、そうですか。なるほどね。あの、うん、でもまあ、これ、決まりは決まりなのでね。まあ、そういうふうに。 私個人の力ではね、あの、なんともちょっと申し上げられないんですよ。弱ったね。じゃあ、じゃ仕事、まあ今の仕事も辞めちゃったからね、退職金も30万だけどもらっちゃったしね。じゃあ、また新たになんか何でもいいから、まあ、仕事について、その、まあ年金税になったっていう、その1万半数いくらかを払い続ければ、 あと6年長いなぁ。6年か。6年間。え、じゃあ6年間働き続けなきゃいけないってことだよね。うんまあそうなりますね。え、70、え、70歳からもらうためにああと、え、70歳、え、70歳、え、70歳、 えちょっと待って待って。え、65まで収めて、65からもらえなくて、その5年間は何なのあ、その5年間はですね、あの、まあ、あその、5年空くということなんですよ。<laughs> 5年間、65, 65まで収めて、70からもらえるけど、その65から70までの5年間は、 自分でどうにかしろってことそうなりますね。年金は納めなくていいけど、その5年はね。だけど、自分でどうにかして、まあ食べていってくださいねっていうようなことなのかな。うーん、まあそういうふうになりますね。まあ,あひどいね。それは。だって、え、それ。え、じゃあずっと働かなきゃいけないじゃない ?70 まで。うん そうですねあのその貯金とかね、そういうものがなければ、まあ、そういうことになりますね、まあ、貯金は退職金の30万なんだけど、30万じゃない、家賃が7万ぐらいだから、まあ、すぐなくなっちゃうし、それだけでずっと70まで、その30万握りしめてね、耐えるっていうことも、家賃だけで7万ずつ出ていっちゃったあとほら、光熱費、上がって。 だね光熱費が。あ皆さん、そうおっしゃいますね。そうおっしゃいますの値段じゃないよ。あなた、電気代が、だって、もう本当、節電して頑張って使ってないのに、4万円だよ。そうなんですよ。エネルギーがね、日本は入ってこなくなりましたから、4万円だよ。だって全然使ってないんだよ、本当に。照明とかさ、あの、あと朝、 と焼いて食べるかからトーースターかあと、電子レンジを夜少し使うぐらいかな。あとは、上のだから照明、明かりだよね。あと、使ってないんだよ。あの、暑くても我慢して、エアコンを使ってないしね。扇風機はね、使ってるけど、夏はね。それぐらいなんだけど、暖房ほぼ使ってなくて、下着をあったかいやつにしたりね。 毛布にくるまったり。だから家で寝袋で寝たりしてんだよね。だからね。まあ電気使ってないけど4万なんだよ、ずっと。冬はね、もしストーブなんか使っちゃったら、あの、すぐ6万ぐらいになっちゃうよね。そうみたいですね。いやいや、もうひどいよね。だからガスだって高くなったしさ。 生活していけないのね。だってあの、家賃と電気代だけで11万とかなるんだよ。ああ、かなりかかりますよね。うん。弱ったな。それで年金も払わなきゃいけないのか。うん。う働かないといかんな、じゃな。ですね。そうですね。わかった。<laughs> もう、これは大変なことだな。 うーんそうですね。もう急に、ね、あの、国の方がですね、方針を変えて、まあ今までね、年金という形で納めていただいたんですけど、年金税ということになって、70歳から受給開始ということになってしまいましたね。分かった。大変なことだな、これはな。これは、わしは無理かもしれんな。何が無理なんですか いやもうまあ、なんだ、このまんま、毎日毎日をこう過ごしていくっていう、言葉だよ。ああ、そんなことおっしゃらないでくださいよ。ね、あの、靴下さん。何回も言うけどね。私の名前は靴下じゃなくて、靴下。わかったああ、申し訳ありません。靴下さんですね。で、あの、 たかしさんとお呼びしましょう。あのね、間違いに間違いを重ねるのはなあのよくないよね。私はたかしじゃなくて、たけし。ごめんなさい、申し訳ありません。たけしさんとお呼びしましょう。さっきもそう言ったけど、靴下って言っちゃってるよね。ああ、申し訳ありません、不注意で。まあいいけどね。 まあ、踏んだり蹴ったりだね。そうか。じゃあ、墓穴掘っちゃったっていうことか。なでもおかしいよね。墓穴掘っちゃったみたいな感じになっちゃってるよね。な、何がでしょうか。だって、私がさ、ここに来て、年金の受給の話しなかったらさ、その、一年ちょっと、これから払ってくださいっていうのも、何の手紙も来てないんだからさ、あの、払わなくてもよかった。わかんなかったんじゃないのそれは。 あのそれをこちらですね、ちょっとあの急にそれが、まあ、去年からその話は出ていて、ですね急に決まって、まあ、トップダウンというか、上からあの降りてきたお話で、今、その調整確認を今、全員であのやっているところなんですよ。ああ、今やってるところなのか、じゃあ、どっちにしても、そのなんかはがきとか手紙なりなんか、来たってことそうですね、それは。 あの、支払いしてくださいっていうことでね。そうなりますね。あー、なるほどね。まあ、しょうがないなまあ、決まったあんたのせいじゃないもんな、ね。あんたが変更したわけじゃないからね。あんたに怒ったってしょうがないけど。いやー、これは厳しいな。だけどね。仕事はね、今、あの、あなたも知ってるでしょ世の中はさ。もう、お店なんか潰れちゃって、あの、駅前の、その、商店街、 行ってる最近。あ、あ、私、あの、近くに、あの、住んでるんですよ。近くのマンションに。あ、そう、うん。ほとんど潰れちゃったよね。そうですね。みんなシャッターが降りていてね。ねえ。あんな、あんなじゃもう、買い物はだって駅前にはみんな行かないね。もう行かないもんね。去年からひどくなってね。去年はまだ20軒ちょっとぐらいあったでしょ、お店が。 ああ、ありましたね。コロッケ屋さんとかありましたよね。団子屋さんとかね。全部潰れちゃったじゃない。ああそうですね。皆さんお店をやっぱり継続するのがね、電気代上がったりとかいろいろで、あのー、輸入品がね、ほぼ入ってこなくなりましたからね。そうだよね。食べ物も困ってるしね、みんなね。ああ、そうか。 だからさ、あの、駅前の店があんななくなるぐらいで、会社だってバタバタ潰れてってるじゃないで、大手の、何あの、外食のさ、ファミリーレストランっていうのあれもうほとんど潰れちゃったじゃないそうですね。もう、郊外もバタバタとね。そうだよね。ホームセンターなんかも、まああるけどさ、ずいぶんなくなったよね。そうですね。 コンビニが消えたのびっくりしたね。あら、早かったね。急にね。急に、あ、コンビニがと思ったらバタバタとね。今、半分ぐらいの数になってんだもんね。ああ、まあ、コンビニもともと多かったっていう風なね、ことが言われてますけれどもね。うん、それにしても半分は多いよね。潰れちゃうのはね。そうか。じゃあ、でも仕事、そうか。探さなきゃいかんのだな。じゃあな。うん、わかった。 仕事をなんとか、じゃあ、見つけて、ちょっとひと踏ん張りね、あと一年、ちょっと、いや、一年じゃないんだな。七十までだもんな。年金の支払いは一年ぐらいだけど、その後五年はなんとかしなきゃいけないんだもんね。年金もらえないんだから。そうですね。うーん、厳しいな。そうか。厳しい。すごい厳しいな。うーん。まあでもなんとか、 まあ、考えるわ。しょうないな。ああ、申し訳ありません。分かった。ありがとう。うん。あの、また、何かねあの、違うことでも、何かありましたら、また、あの、ご相談を、ね、ぜひ、こちらの方にしていただければと思います。今日はどうも、あの、本当に申し訳ありません、靴紐さん。だからさ、間違いに間違いを重ねちゃダメだって言ってるでしょ。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。